漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて本日6月12日水曜日、お昼になりましてお知らせ確認雑談動画のお時間でございます。制圧戦前半戦も一段落しまして明日から始まりますのは 5.5 周年記念宿命の古代2弾でございます。5.5 周年も第2弾になりまして感謝の気持ちを込めるのをやめたみたいですな。はてさて明日から始まりますイベントはいかがなもんでございましょ。それでは6月12日のお知らせ確認雑談動画。行くぞ。まずは育成上限更新のお話。明日のイベントから育成上限が HP3660 目安に変更とのことでございます。あれ？第1弾開催の時に HP3600 に更新したばかりじゃありませんでしたか？なんとあれから2週間も経たないうちに育成上限が6段階更新されるようでございます。いくらなんでも更新ペース早すぎじゃございませんかねー。まあ別に育成上限が上がったところでこちらとしては困ることはないんですけどね。ではでは今回のログインボーナスのお話。5.5 周年記念宿命の古代2弾ログインボーナスということで、期間中5日間ログインすることで1000ジュエルに汎用ゴルピ600枚に転生の結晶500個。今回のガチャのピックアップスタイル5体の専用ゴルピを25枚ずつ、あとは遠征チケットに自動再生チケット、スタ在所をプレゼント。開催期間は7月2日4時まで。はい、今回のログボでもらえるジュエルは1000ジュエルとのことでございます。感謝の気持ちと一緒に配布ジュエルもどっかに置いてきたようでございますな。続きましてガチャのお話、ロマンシングフェス少年編。こちらで登場の新スタイルは少年、ウンディーネ、ボルカノ、シャール、ミューズの5名、ピックアップ5体のすり抜けなしのガチャ。これにて 5.5 周年で16体の新スタイルが登場でございます。新スタイルは武器種に変更なし、少年は随分久しぶりとなる新スタイルでございますな。すり抜けなしということで他のガチャと比べて気持ち的に引きやすいガチャですが、今回のガチャもおそらく開催期間は7月2日4時まで、5.5 周年のガチャが出揃うまで様子見が安泰でしょうな。またざっくり性能チェックをやっていきたいと思います。続きましてイベント関係のお話。期間限定イベント、宿命の制圧戦、アビスの果てに開催。というわけで明日から始まりますのは制圧戦の後半戦。四魔貴族たちの本体を打ち倒し破壊する者に挑めとのこと。ついにロマサが RS で破壊する者と戦える日がやってきますな。で、今回の制圧戦は通常よりも技や術のランクアップが発生しやすいイベントとのこと。マップ全制圧で5000ジュエルをゲット。交換所にて SS 複防具のネローブーツなどと交換可能。そして今回の制圧戦ではトレジャーボックスなるものが登場。制圧戦内のクエストやレイドバトルで特定ダメージを与えることでトレジャーボックスがドロップ。で、トレジャーボックスはランク1から4までドロップしまして、ランク5はランク3のボックスからごくごく稀に、ランク4から稀に出現とのことでございます。ランク5のボックスはドロップ報酬として出るわけではなく、ランク3かランク4の箱からしか入手できないようでございます。そしてランク2以降では装飾品のノーブルリングを入手できるかもとのこと。こちらの装飾品は S と SS のレアリティがあるようです。で、ランク5のボックスからは確定で SS のノーブルリングをゲット可能とのこと。とりあえず次の制圧戦ではこれを3から5体分くらい集めるのが目標になりそうですかね。続きまして育成応援キャンペーンのお話。7月1日12時までの期間中、制圧戦のレイドバトルにて全スタイルがステータス5倍、技ランクアップ4倍の育成ボーナス、新ガチャのピックアップスタイルは制圧戦とフリークエストどちらでも育成5倍の技ランクアップ5倍のボーナス対象とのことでございます。新ガチャスタイルの期間限定アビリティ付与期間は制圧戦では7月1日12時まで、フリークエストの方は7月2日4時までとなっております。そしてフリークエスト探索応援キャンペーンも開催。7月2日4時までの期間中はフリークエストにて今回のガチャのピックアップスタイルを編成することで、ステージレベル経験値獲得量が2倍とのこと。ただ今回は制圧戦で大量に経験値スタンプをゲットできるんでだからなんやねんといったキャンペーンでございますな。そしてローディングイラストが6月21日12時まで変更。
ファーゴにコンテンツ追加で制圧戦前半のストーリーなどを見ることができるとのこと。ここからは今後のキャンペーン予告のお話。まずは今後の超進化対象武器予告。超進化対象武器ラインナップ追加に果術的性の斧が追加とのこと。果術的性の斧と言ったら真っ先に思い浮かぶのはあのジジイですな。ということは第4弾で4魔貴族のガチャがやってくるってことですかね。ただ気になるのは第3弾が21日にやってくるとなると第4弾がどのタイミングでやってくるのかですな。ここ最近の流れを考えると7月1日に生放送からの新イベントになると思いますので、第4弾をぶっこむにしてもタイミング的に微妙なんですよね。21日以降にどこかのタイミングでガチャだけ追加するつもりなんでしょうか？そして視聴メダル交換所にラインナップ追加のお話。7月上旬に視聴メダル交換所に商談の免状、3が追加とのこと。それに伴いまして免状、2の交換に必要な古びた視聴メダルの枚数を3万から2万5千に引き下げるとのことでございます。というのが明日から始まりますキャンペーンのお話でございました。そういや螺旋回廊新階層追加のお話がなかったですが、今月は追加なしなんでしょうかね？それともしれっと20日に新階層追加があるんでしょうか？まあどうせ適正激狭の持ち物検査ですし、21日からは破壊するものとの超高難度が実装されるでしょうから、別に今月くらいお休みでもいいかなと思いますけどね。とまあ今回はこんな感じでございます。それでは明日から始まります制圧戦後半戦、レアドロゲット目指してぼちぼち頑張って参りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。